つくみ駅に停車中の路線バススツ通株式、会社は、大分県の乗り合いバス、貸切バス事業者である。大分県臼杵市、つくみ市を中心とした営業エリアを持つほか、一部路線は、大分市、文豪の市へも乗り入れる。また、臼杵市より委託を受け、臼杵市、コミュニティバスの一部路線を運行している。大分バスが100%出資する子会社である。 1990年、大分バスの子会社として設立。薄木市中心部と、市東部の長木半島北部地域を結ぶ路線。薄木湾に沿って、県道217号、県道707号を進み、県道の終点となる白が内へ至る。薄木市中心部と薄木湾を挟んで対岸に位置する、諏訪、大浜、中津浦地区を結ぶ路線。県道33号を、 平清水まで進み、万里橋で薄木川を渡ってから北上、薄木大橋を渡って、諏訪地区へ入り、中津浦へ向かう。薄木市中心部と大分市佐賀の関を結ぶ路線。市内の新しい商業地区となっている M 田を出ると、日本本線に沿うように、愛媛街道を進み造船の町である下の高地区へ出る。その先は、薄木湾沿いに北上し、 国道217号へ入って、終点の佐賀の関バスセンターへ至る。薄木佐賀の関間の運行はに往復だが、平日、土曜は、下浦佐賀の関間の区間便も数本、運行されている。薄木市と文豪大野市の三重町を、のつ経由で結ぶ路線。廃止された JR 九州バスス3線を引き継いだ、路線で、薄津交通と同じく大部バスの子会社である。 大野築電バスとの共同運行となっている。大きな変更点は、三重側の終点を大野交通本社としたこと、柳井ゼミエの原間で、全便を県立三重病院、官備駅前経由としたこと、別線区間を廃止したことで、それ以外の区間は、ほぼ同一経路、運行本数も同程度維持されている。一部便は、薄木渋溶家、三重総合高校を経由する。 平日一往復のみの運行。国道217号経由で、薄木と津久美を結ぶ路線。津久美駅と、市西部の青江地区を結ぶ路線。中村屋停留所の先で、国道217号から県道204号に、入って、青江川沿いに進み、青江ダム下の終点川内に至る。津久美駅と、長木半島南部地域を結ぶ路線。 国道217号から県道217号、県道707号を進み、つくみ湾沿いに、県道終点の楠の木のへ至る。一部便は、つくみ駅、久保浦団地間の運行。つくみ駅と、駅南側の地区を結ぶ路線。運行は、平日の2本のみ。中の内地区の差し間と残口停留所で折り返し、長行き停留所手前で左折して、西の内で再び折り返し、 つくみ駅へ戻る。つくみ駅と仙土地区を結ぶ路線。国道217号を経由する。一部は、つくみ中央病院から南の仙土停留所を経由するほか、一部は、つくみ駅から先で、県浦線、川内線と直通する。つくみ駅と、市東部の4、浦半島北部を結ぶ路線。国道217号を通身して、網路停留場の先で、 県道611号に入り、4、浦地区にある終点間元へ向かう。海沿いに、河の浦、赤崎を回る便が、毎日2往復、荒台トンネルを使って、ショートカットするバイパス経由便が平日、土曜1.5往復運行される。また、津久見駅、赤崎間の区間便が、平日、土曜のみ1往復運行される。大分バス公式サイト。ありがとうございます。